なんですかね。あ、男のキャラで何か喋るみたいなんですかね。そうですね。男性の気持ちでもっと怒ってくださいっていうのを引いてやるんだ。ジェンガの時みたいに。ジェンガ的な。うん。BL 的な。BL 的なセリフも込みで。あ、ウスが浅草なのに出てきたらって。いいねいいね。ガッチンガッチンにやられちゃうそうです。何をやられるんですかね。電話出演。電話出演は過去一度だけ大変な罠が張られてましたね。あ、そうですね。男性からない嘘に。ケースでした。まあ、それはいいんですけど。男性としてとか考えてやってみましょうかね。なんですかね。BL 的なの込みで、男装で、男装で、はい。麻雀ちょっと面白そうだなと思ってしまったんですけど。麻雀。今年できないけど。ああ、そうか。そうですね。私、やることはできるけど、やれないんですよ。っていうことです。はい。後ろの人の言いなりです。だから5人必要なんです。なるほど。ゆえに。あとは何だろうな。でもトランプとか、的なこととか、でも、あとボードゲームとかは結構、何時間かかんだっていう話なんですけど、ボードゲームだとちょっと終わりが。トランプとかって、人数が必要ですね。あ、そうですね。効果は確かにできなくなっちゃうんですね。スピード。スピード？あ、高画質だったし。あ、もう、たぶん、チャチャチャ、チャチャチャ、チャチャチャが頭ないんですよ。スピードとか小学生以来やってないですね。ルールじゃん。覚えてる。あ、そうですか。スピード。一斉の背でやって、それに続く数字のやつを、パン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 って出して、で、早く間違いなくなったら勝ち。面白いか。やってる方は面白いけど。やってる方は面白いですね。あの、だんだん二斉のタガが外れてくるところが面白いか。まあ、そのうのいいんじゃないですか。うの。うの。ああ、うの。あ、ダーツ、うすんでダーツ、いいね。いやいやいや。なんで拷問みたいなのばっかりなんですか。いや、皆さんのこう、ね、希望というか心情というかね、苛立ちというかそういうのを組むとそうなるかなと思って。なるなら、せっかくなるなら動くから動くものにしましょう。そうですね。アイちゃんが踊ってみた。踊ってみた。うん、全然いいんですけど、1週間で覚えてくるっていうのが超、まあ、ハードですね。そんなのだったら何か、何か、うっすがピンになってボーリング、おいいね、ウィリアムって、まあ、そうか、まあ、ツイッターで募集しますか、ゲーム系、それも、本当なんか結構あれなんですよね、ハレハレ踊ってきて。難しい、はい、そんなに難しくなくて、一人でやっても寂しくないダンスがいい、ね、やるなら。しかもやるんだったら決めてからしばらく時間欲しい。男女のダンス、あ、ベッキーが出てるんですか。難しくないですか。どうなんでしたっけ。私あんまり踊ってみたけど、男女だったら男女だったら男女だったら違うわみたいな、集まって並べみたいな。多分何か妄想してすごく真っ赤になってます。すごく今考えちゃった。2回か。まあじゃあ、あさってみます。そうか、踊ってみた。踊ってみたは大丈夫ですか。今決めて来週ってのはちょっときついです。結構きついですよね。踊ってみたら時間を置きましょう。はい。いずれやりましょう、ね。2、3週間後みたいな。探してみますね。簡単に踊れそうで華やかなダンスを。いや、その踊れない愛ちゃんが見たい。マニアックな要素。ちょっとハレハレ練習してみます。一部。え？わかんない。まだ見てないからわかんないけど。大変ですよ。はい。一応見てみます。はい、はい。あとは何ですかね。うん、来週どうします。来週薄倉対闘牛だって。闘牛。さっきの断層縛りでまたジェンガで今度は男の子のセリフ。ジェンガで。
ジェンガ。またジェンガします。好きですね、ジェンガ。なんかエロジェンガなかったっけ。それです。ラブジェンガ使う。エロジェンガじゃなくて。エロジェンガじゃないです。ラブジェンガです。なんかでも、ちょっとなんか変わったやつがあって、こう、なんだネイティブの発音でラッキーという、外国人風の発音でラッキーというってお題が入ってそれラブでもエロでもない。そうですね。よくわかんない。今なぜラッキーだったんですか。なんでしょうね、ラッキー。薄倉対何々。バンブーさんじゃないですかね、それ。まあ、さすものに期待しつつ、じゃあ男装して、男子が言いそうなセリフを募集して、はい、それを聞いたら喋ります、はい、ラブジェンガ再びラブジェンガ再びリターン、はい、リターンです。ウスプラタイプ来週はそんな感じでいこうと思います。っていうかウスいらなくね。それ確かに僕いらない。ジェンガ一人で行きます。ウスいらない人は、はい、いっぱいいますよ。そこれこそもありがとうございます。ほらほら、ものすごい手上がってじゃないですか。ものすごい手上がってました。面白い人はいやいやいるよ。どう、じゃあどうやって使えばいいの。そう、別にいなくていいと思うんですよ。アイちゃん優しいね。アイちゃん優しいね。でも納豆チャーハン美味しかったです。ありがとうございます。納豆に騙されちゃいけない。うっすがマスコットと思えるなんて優しい。まあまあ、これは、うん、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。じゃあ来週の男の子ボイスをじゃ募集する。はい、はい、はい、さっきメールとかもしくはツイッターで、はい、はいはい、メールアドレスできましたので、どしどしご応募ください。ツイッターやってる方はツイッターの方でどうぞ。はーい。返事が聞こえる。そうですね、はい、まさか本当にいらっしゃるとは思わなかったので。何舐めてるわね、私の実行力。いや舐めてないんですよ。いや、そう、いや、あの、なんかまさかと思って。私のテンションもガラッと。そうですね、これは目が泳いでる、ね、泳いでますね。なんか秘密結社とか登場する可能性とか。でも私結構そんな怒られるの一方的に僕だけじゃないですか。うん、当たり前じゃないですか。そんな。いや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 、うん、ね、まあ全然、はい、はい、じゃあ締めに入りましょう。はい、まあ来週の内容も決まったところで、歌は若子方法の歌います。はい、ミルクタムさんですね。本日のエンディングってことで、はい、あというわけで、来週もお楽しみに。それじゃあ、アイちゃんかわいい。ありがとうございます。バイバーイ。お父さん、ぜひまたがっつりゲストでお化粧していらっしゃい。